の間チャーハンフェスティバルあったからあの冷凍チャーハンでどれが一番うまいか決めるっていう、俺の中でどれが一番うまいかを決めようっつって、で若手もみんな腹減らしてるだろうし、そういう楽しい遊びをやっぱ企画していかなきゃと思って、あのチャーハンフェスティバル、昔あのロールケーキフェスティバルって言って、ロールケーキブームは多分俺が作ったんじゃねえかと思うんだよあの頃。何お前ロールケーキなんか、ロールケーキなんか一緒だろ、空気すごいあったよね何年か前ね。でもう方々のロールケーキ買ってきて、みんなでそのロールケーキ食って一番うまいやつを決めるみたいなのをやって、でその時にその若手とか、まあそのうちのかみさんとかがみんなこう食って投票するわけですよ。でその結果の投票の投票出た投票、そのロールケーキ委員会の出した、順位とほぼ同じ、投票してた、ランキングをつけてた人をロールケーキ様としてうちの近所に挨拶に行かせるっていうあのやつがあったんですけど、今回それのチャーハンの、チャーハン様じゃつまんないから、今度あのチャーハン王子っていう、これちょっとあの卵チャーハンに字が似てると思って最初つけたんだけど、今冷静になってみると本当にどうでもいいなんかそのいわゆる様なのか王なのかいろいろ考えてるうちに、今そのハンカチ王子とかそのあるじゃないですか、あるから、それでチャーハン王子つって紙に書いてみたら、お、ちょっとこれ卵チャーハンに似てるから、これチャーハン王子しかねえんじゃねえのーなつって、よーしってね、一人ですこの段階で部屋にまだ開催の方決定してませんから。で、これトップのランキングをつけて、一番うまかったチャーハンを、押してた人を一応チャーハン王子として、チャーハンに関しては敬語で呼んでこうっていう。今後、この一年間を、チャーハンに関しては敬語で呼んでいくっていうことを決めて、それで若手とかにいろいろ、その、じゃあ今からチャーハンフェスティバルがいよいよ開催されますんで、みたいなことでメールをしたら、まあ、うんともすんともいませんよ。誰も遊んでくんないです。このフェスティバルに参加してくれる奴がいなくて。で、結局なんだかんだで、いつもこの後のポッドキャストに付き合ってくれてる若手の、河野和夫くんっていう、今ピン芸人の河野和夫くんだけが、まあ、チャーハン食えんなら、つって来て。で、俺池袋の声優にいるから、池袋の声優で今出場チャーハンを今選んでるから、来てえな、なんすか出場チャーハンって言って、うっせえすぐ来いバカ野郎つって、呼んで、その段階でいろいろこう選んでたら、意外にチャーハンが種類がない、なくて、その時点で。日例のやつと、あけぼののやつと味の素から一個ずつ出して、で、さらにね、あの、俺の好きなドライカレーがあるの、その、冷凍食品のドライカレーがあって、で、その冷凍食品のドライカレーもついでに買って、それでね、結局、河野くん合流したんだけど、それ以外のやつが結局誰も来ないってことが分かって、二人で食う量としては限界だろうと。その、冷凍食品のチャーハンって一人前じゃないから、これは限界なんじゃないかってことになって、まあ一応今回第一回大会はこの日例味の素あけぼののまあチャーハンで、もう腹いっぱいだろうこれつって。だってなんだかんだで2人前ずつって考えれば、6人前でしょ、そうすると3人前ずつ食わなきゃいけないってことになっちゃうから、ね。ほいでその時に思ったのが、まあ、なんつったら、こういう時に人って死にたくなるなっていう、あ、このチャーハンの話、最終的に俺が死にたくなりますんで、これ、先に言っときます、先に言っときますけれども、このチャーハンの話、最終的に僕死にたくなります。何分後かに死にたくなりますけど。これでね、これすごい聞きたいんですけど、あのさ、よく保存にも使えるし、レンジにも入れられるみたいなやつでさ、その口のところにさ、ジッパーのついてるさ、ビニール袋あるじゃん。ね。これその商品名を言わないのは、それのパチモンを買ったのにもかかわらず、その商品名の会社の人に迷惑かけるといけないから、これパチモンなんですよ。まあ、要するになんかわかんないけど、声優出て帰り道に急に気づいたのが、このチャーハンを一人前ずつお皿で集めてると不公平が出るだろうっていう。ね。要するに、同時にほぼ温まってる段階で、同じ温まりの段階で出てきて、パッと見た目で最初に食う、これうまそうじゃんって食うやつがトップになる分には問題ないけど、その、食べてる途中に冷めたりなんだりとかを公平にするためには、いっぺんに全部作った方がいいと。で、強いてはお皿で作ると、当然、その、そんなにでかいデジレンジじゃないから、その、ジッパー付きの袋に入れて温めるんなら、その、全部いっぺんに同条件でほぼ温められるとなりまして、で、もう一軒スーパー入って、その、ジッパー付きの袋を探したら、最初買おうとしたやつが、
普通にジッパー付きの袋。ね。それの姉妹品みたいなやつで、もう一個に、倍ぐらい値段する、電子レンジも OK っていうのがあって、俺そこを知識がなかったから、あ、電子レンジがダメなやつもあるんだって、そこで初めて知るわけですよ。電子レンジも OK ですのジッパー付きの袋を買って、ほいで家帰って、そのコーナーで俺は頭がいいっていう。そのこういう遊びこそちゃんと公平にやんなきゃダメで、最初にこう食べる、最初に食べたやつはお腹減ってる段階から食べるからより美味しくて、3回目に食べるやつはもうチャーハンもういいよっていう状態じゃんっていう。どんな美味しい、例えば王将に行ってチャーハンと五目チャーハンと缶チャーハンちょうだいって言ったら、多分食べた順にうまいと思うよっていう、結局お腹いっぱいになっちゃうからっつって。で、それをちゃんと公平にするには同時に出てきて、その時の見た感じでトップが決まるなら、それはチャーハンのその持ってる力の一つだから、それでやるためにはこれなんだよつって、俺の頭のいいところはこういうところをちゃんと細かく設定した上でやることで、でしかもお前知らないかもしれないけど、普通のただ冷蔵庫に保存する用だけの袋のやつだと電子レンジで使えないんだよ。こうやって耐熱って書いてあるの、この電子レンジに何々袋って書いてあるやつだから、これを買わなきゃダメなんだよつって、その中に全部一旦その冷凍食品のチャーハン入れて、これで電子レンジ入れて、で、これで、うちのなんか電子、うちは大金持ちだ。これみんな何度も言っとかないとすぐ歩いてる俺にパンをくれちゃうから、みんな。言ってる、大金持ちだから。もう大変なお金持ちだから、うちの電子レンジは、なんか温めるってやったら何分とかやんないの。中のものが温まったら終わり。もう温まりましたっていう。多分おじいさんが何度も手を突っ込んでたと、中にいる、なんかその、電子のおじいさんが、な、俺の食べるもの直で手をブルルッと触れて、あっついあっついあっついできたよーってなるんだと思うんだけど、そういう、その機能がついてるから、あとはお任せっぱなしなんだけど、そしたらさ、ビニール溶けてやる。意味わかんなくない？ビニール溶けて、ね、もう全然死因になるでしょ、これ死因になるよね。最終的に俺がこの首をくくってる段階で調べたら、ああ、これは、なるほどっていう。耐熱って書いてあるやつをわざわざ買って、下り顔で後輩に説明した後に、溶けたんですなって言うよね、これ絶対。ありえないでしょ、そんなの。絶対ありえないよね。なんなの、このフェスティバルの終わり方。ありえないでしょ。結果二人でさ、ドライカレー食ってんだ。意味わかんねえんだよ。チャーハンフェスティバルだったはずなのに、結果でドライカレーもさ、あんな、コーノも100キロあるし、俺も130キロの二人がさ、普通の規定の一人前なんかね、全然足んねえじゃん。足んねえなって言いながら。第一回目のチャーハンフェスティバルのチャンピオンが、ドライカレーっていう、もうチャーハンフェスティバルでも何でもない状況に。で、もう電子レンジの前でさ、もうご飯がこぼれちゃう。で、それも言っときますけど、あれですよ、僕だってその辺に関してはチャーハンフェスティバル開催するぐらいですから、そのジップを閉めたままなんかやってないんですよ。ジップを閉めて爆発したんだ、僕のせいですけど、もうビニールが溶けてんだよ。お前どういうことだよ。ユンボは任してって言うからあんた雇ったんだろ、免許ねえのかよっていう。いや、ユンボの種類をよく知ってるんです。うるせえよみたいな、そういう感じになって、しょんぼりしながらそのフェスティバル終わって、河野くんと一緒に、その、ドライカレーうめえな、なんつって。で、そのまま河野くん。